アドデック9の人体実験、その裏で暗躍するモグラ、真相へ近づいていく矢神に仕掛けられた罠は、カイトウの流し立ちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。触んじゃねえ。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。ふん、必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデック9の正野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。くっ、あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ、創薬センター副所長殺害事件、今から半年前、橋木が殴り殺された事件だ。橋木は梶平会長の手先で、創薬センターを潰すためにアドデック9のアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデック9の開発者である正野には絶対に知られたくない秘密があった。だから正野は橋木を野放しにはできなかった。あの事件は当時カムロ町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラは橋木にとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが正野に依頼されたモグラの最初の殺しだ。当たりのようやな。八神、なかなかええ仕事しとるやないか。あいつは俺の金で勉強させてやったんだ。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おお。モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞ、お前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。笑わせんな。田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。モグラは何者なんだ？ただの殺し屋？そもそもあんたはどこで奴を見つけた？拷問道具は？あいよ。待て、わかった。ちょっと待て。遠慮すんなや。もっとええのもあるで。モグラは何者なんだ？モグラは、あいつも初めはカムロ町を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつは札にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。
正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、茶化だの偽造書類だの他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くになる。ん？話続けないと。俺が松金組の若頭になるとモグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時はついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがヤバい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。冷やし中華始めましたって感じだな。何が冷やし中華だバカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですか。小せえしのぎで生き残れるほどカムロ町は甘え町じゃねえ。組の看板守るには金がいるんです。カイトみたいにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ登場会で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。もう一度、あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は生野から？まあな。ただし直接接触してきたのは生野とは別の仲介人だった。そいつは石松って名乗ってた。愛想笑いがずっと顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ1000万で橋木の殺しを受けた。なるべく世間の目を引かないように殺せと。まあな。その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ、アドデック9の実験台にする人間の調達とその始末だ。教令会のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。この間の殺しが1000万、それがなんでさらうだけで1億なんだ？それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのかまだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人？つまりこれは
長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。奨励会をさらってそいつらをどうする気だ。彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか？それとも別料金に？もったいぶった言い方してんじゃねえぞ！何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと？あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは。私は末端の人間にすぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと？そうなった時あなたは何日生き延びられるでしょう。少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか？お前らは一体。我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは？石松の上司で一ノ瀬と申します。今ここに私が顔を出したのはあなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は正野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の開発。我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな。医療システム産業開発機構ってわかるか？ああ、創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。で、そいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。それを守るためにもアドデック9を完成させる必要がある。その陰で何人人を死なせてでもか。はあ、アドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ、もう多くの人間に配分まできっちり決まってんだ。
今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。人体実験に凶霊界のヤクザを使ったのは何でだ。ショーノにそう指定されたからだ。ショーノからの指定。ああ、ハドデックナインは実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、ショーノは罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。でその手先になってる兵隊が凶霊界、そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ、ショーノが言ってたんだぜ。ええから頑張って喋れやん。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。チッ、これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと。あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも凶霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは覚えてるよな。これあんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのは何でだ。防犯カメラに顔までさらしてあんたらしくもない。答えてくれ。あの時はモグラが凶霊界を2人立て続けにやったってタイミングだった。そうなると奴らも警戒が厳重になって、もう単独じゃ町を出歩かねえ。うん、そんな状況じゃモグラが一人で凶霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後、モグラは裏口から久米を連れ出してった。アドデックナインの実験台は車のトランクに押し込まれてショーノのところへ運ばれる。創薬センターへか。いや、センターじゃねえ、違うとこだが、その場所を知っているのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか。そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは何だ。さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか単にモグラの趣味かもな。次は新谷が殺された件だ。新谷は凶霊界のヤクザじゃない。なのにアドデックナインの実験台にされたのか。それともあの人は他に殺される理由があった。あいつがやられたのは俺のせいだ。え？久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもね、殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。
もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら、創薬センターの小野を調べろってな。それじゃあんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してねえ。小野の名前だけだ。だがまあ連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛に電話をかけた。さあな。だが勝手な想像ならできる。聞きてえか。ああ、聞きたいね。新谷はよ、お前に負けたくなかったんじゃねえのか。え？あいつが俺を無罪にした時も、実際に決め手の証拠を掴んできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれで名を上げただけだ。周りの連中も口にはしないが、みんな承知してたろ。のまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか。俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ新谷は自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろう。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が小野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。俺としちゃもう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないって、そんな説明誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば、なんだ、どうした。なんか焦げ臭いな。何松金組が俺を助けに来た。モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、羽村。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら
お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが利くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだねお前は。え、行こう。松金組や、下で火つけとるぞ。上等やの。か、頭。ああ、村瀬、敵は何人や。頭。やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。ことは俺に任せろ。おやさん、下がってて。今度こそぶっ殺してやる。
と。なんだてめえは。なんで俺をかばうような真似。お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が。俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を。俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。辛かったろう。本当にすまん。お親父。そんな。だからよ、これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父。親父さん。ダボ。もう俺はダメだ。早く
逃げろ。何言ってんだ、行くぞ。カムロ署の黒岩だ。モグラの正体、黒岩がモグラだ。何？松金組長はダメだった。そんな、黒岩の野郎。今なんて？黒岩、こんな夜中に何しでかしたんだ八神。なんだとお前。ちょっと、どうしたの？どいてください、ケンジ。彼には少し秘書で話を聞かせてもらいたいんですがね。いえ、病院に行かせるのが先です。必要ないでしょう。十分元気そうだ。医者でもないあなたにそんな判断ができるの？もし何かあれば、私が責任取りますよ。責任取るって。いいよ。医者は俺も必要ない。俺なら大丈夫だ。今夜は災難だったな、八神。まだ終わってないみたいだけど。これ外してくれないのか。逮捕じゃないんだろ。悪いな、今ちょうど鍵が見当たらなくてね。羽村から全部聞いた。何をだ？あんたの正体だよ。センターの副署長を殺したな。ヤクザの目をえぐってきたのも、そして新谷を殺したのも全部あんたら。くだらない話だな。じゃあ取り調べを始めるぞ。今夜あのキャバレーにいたのは何でだ？あんたがモグラだ。今はこっちの取り調べ中だ。否定しないんだな。あなたは火事に気がついた時何をしていましたか？羽村を取り逃がしたのは失敗だったな。口を塞ぎ損ねた。誰が建物に火をつけたか分かりますか？お前はおやすさんを殺した。このまま逃げ切れると思うな！お前もな！俺の後ろ盾はアドデックナインの莫大な利権だ。そいつを握ってる連中の目と耳がそこら中にある。もしかしたら警察やらの上層部なんかにも息がかかってるかもな。羽村の口が塞がれんのも時間の問題だよ。残念だが、もちろんお前も逃げ切れやしない。その前にあんたの化けの皮を剥いで全部暴き出す。あんまり張り切りすぎんなよ、インチキ弁護士。
黒岩さん、お電話入ってますが。おお、そうか。自分、変わりましょうか。いや、ちょうど終わったとこだ。今夜キャバレーで起きた火事は、東城会と強霊会、暴力団同士の抗争によるもの。こちらの八神さんは偶然そこに居合わせただけだった。ご協力ありがとうございました。じゃあ私がお送りしましょう。お兄ちゃん、八神って人？ん？そうだけど。これ、あげる。何かな、これ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ。おっと、申し遅れました。私、こういうものです。子が？おや、ご存じない？そうですか。でしたら、京浜同盟の子がといった方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なこと。ではお手並み拝見といきましょうか、八神さん。てなこと。ではお手並み拝見といきましょうか、八神さん。
勝手なことを。ではお手並み拝見と行きましょうか、八神さん。さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり。ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ、同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。結局因縁つけられたままかよ。杉浦、海藤さんはあの後どうなった？何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。教令会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ、他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか？海藤さんのこと知らせに来ただけだから。八神さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか、お疲れ。誰？まだ寝てた。なんかあったか？モグラの新しい犠牲者が出たの。また教令会のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。わかった、すぐに行く。
ねえ。ったく、時間食っちゃったよ。どちらまで行く？それでは。どうも。よ、あの、八神さん。ええ。八神さん。八神さん。おい。おう。どちらまで行く？それでは。あの被害者の身元分かったよ。真冬、凶霊界の若頭で塩屋、知ってるんでしょ？ああ、モグラの新しい被害者ってことはやっぱり目を。うん、私は直接見たわけじゃないけど。見ない方がいいよ。この件の担当刑事はまた黒いわ。そう、今現場に入ってる。八神くん、昨夜はあの刑事の取り調べ大丈夫だった？なあ真冬。何？黒岩だったよ。
モグラの正体。ハムラの頭と昔からずっとつながってたらしい。多分はじめは綾部と似たような汚職警官だったんだ。それがとうとう殺しまで受けるようになった。んでその黒岩を道具に使ってるのが庄野と厚生労働省の一部官僚たち。神室町で目をえぐられた死体はアドデックナインの人体実験に使われた犠牲者たちだった。庄野には俺が実験に気づいてるとこの間知らせといたんだけどな。なのに今日また新しい死体を平気で。これがどういうことかわかる？この先もまだ続ける気なんだよあいつは。俺がどれだけ真実に迫ろうが実験をやめる気はない、そう言ってるんだ。そんな。庄野は面と向かえば真面目で寡黙な研究者で、ただアドデックナインのことになるとまるで悪魔だ。それでも薬を完成させれば何百万って患者とその家族が救われる。そこに生まれる莫大な利権が庄野を守ってるんだ。敵はそこら中に潜んでるらしい。どうするの？もうお手上げ？まさかな。俺は奴らに親父を殺されたんだ。この借りは絶対に返すよ。松金組とモグラによる襲撃、そして壊滅する神室町の凶霊会、かつての仲間に裏切られ命を狙われた羽村は八神にモグラの正体を明かした。神室署組織犯罪対策課刑事黒岩、松金の命を奪ったその男はアドデックナインの巨大な利権に守られている。おやっさんの葬儀は東城会の本部ってとこで営まれた。ただし参列者はごくわずか。松金組は後目だった羽村が失踪して実質解散状態。それにおやっさんはもともと名もなき組長の一人でしかなかった。源田先生にとっておやっさんは40年来の親友だった。海藤さんは中学を出てすぐにおやっさんの組に入った。その波紋に居合わせた東は以後おやっさんを守ることを自分の役目だと考えてきた。俺たちには誰がおやっさんを死に追いやった連中かはっきりと分かっている。今必要なのはそれを裏付ける決定的な証拠だ。
新谷を殺したとされる現役刑事綾部和也の裁判、その公判前整理手続きが始まっていた。そこでは一般人からなる裁判員の負担を減らすため事前に裁判の進行が打ち合わせされる。検察も弁護人もあらかじめ証拠を整理しておくのがルールだ。昔の映画やドラマのように後出しの証拠は認められない。つまり俺たちは裁判までに全てのカードを揃え、その手の内を敵に見せなければならないということだ。弾丸の線条痕は犯行の動かぬ証拠ですよ。それでも弁護側は無実を主張する気ですか？どうでしょう。弁護側に争点を量刑に絞るお考えはありますか？いえ、綾部刑事は罠にはめられたんです。あくまで無実を主張します。そうか、黒岩だったのがモグラの正体。なるほどな。何か思い当たる節でも？ああ、関係ないかもしんねえが、昔小耳に挟んだ話がある。うん？黒岩がまだ駆け出しだった頃、その指導役だった先輩警官が東条街のヤクザに便宜を図ってやってた。見返りは金と女。カムロ町じゃよくいる汚職警官の一人よ。だがその警官はある時ビルから飛び降りた。逮捕直前だったんだ。正義感のある同僚から密告されてな。もしかしてその密告した同僚が黒岩？いや、密告者は同じ頃に首を吊った姿で発見された。え、そっちも自殺ですか？なんだそれ。その首吊りには他殺の可能性もあったらしい。もしかしたら誰かが密告者にけじめをつけたのかもな。そして腐った先輩警官の地盤を引き継いでさらに腐った警官が誕生したってわけだ。そいつはヤクザを利用しまくって今じゃどえらい検挙率のスーパー刑事でもある。黒岩がそうだって言いたいのか？思い当たる節を聞かれたから話しただけだよ。今日はここで別れよ。俺とイチャ、星野くんまで危なくなる。大丈夫ですよ、そんな子供じゃあるまいし。分かってる。でも今日はここまでだ。そうですか。じゃあ。八神さん。服部？どうもこの建物は監視されているようですね。記者が張り込んでいる時と同じ匂いがします。あんたにそんなの分かんのか？何かと鼻は利く方ですから。何のよ。梶平会長のお使いでしてね、八神さんの調査報告が欲しいとのことです。本丸院が焼けて塩屋さんも亡くなりました。会長は何がどうなってるのか詳しく知りたがっています。だろうね。なるほど。モグラの正体は現役の刑事でしたか。全部今あなたの言った通りならアドデックナインの周りは死体だらけですね。正野に殺された入院患者に寺沢恵美、センター副所長の橋木、新谷弁護士、どれも結局はアドデックナインの人体実験に行き着く。しかし証拠がなければよくできた仮説でしかありません。あんたに言われなくても分かってる。お話は承りました。
が、会長はとにかく八神さんと直接お目にかかりたいとの仰せです。調査の報告なら今ので全部だよ。でしたら会長に直接そう言ってください。私はただの使いですから。嫌だと言ったら？あの人は別に敵じゃありませんよ。それに我々の耳に入ってこないような情報を持ってる可能性だってある。せいぜい利用してやったらいいんです。ついでに私の顔も立ててもらえたら。これからお越しいただけますか？海藤さんもご一緒に。先日打たれた傷ももう良さそうですしね。まったくよくご存知で。ではこの後海藤さんと神室菊野屋へお願いします。菊野屋？松金組長が贔屓にしていましたね。梶平会長もです。では。コーヒー入れるぞ。飲むか？いいよ、無理すんなよ。もう大丈夫だって、遠慮すんな。ああ、それよりさっき服部に声かけられた。あの雑誌記者か？梶平会長が俺らを呼んでるってさ。聞いた噂じゃよ、梶平の会長は今相当まずい立場だぜ。ん？教令会の小葉会長に詰められてんだ。若頭の塩屋が目えぐられたろ。梶平が神室町に連れてこなきゃそうはならなかったかもな。神室町で若い衆が何人も殺されて、とどめは若頭だ。小葉会長も堪忍袋の尾が切れたってとこだろう。梶平のじいさん、俺らもそこに巻き込む気とか？さあな、実際どうかは行ってみりゃわかる。カイトさんも行ってくれんの？ああ、毎晩狂い輪に張り付いてんのに何も進んでねえんだ。何か他に手がねえか考えてたとこでよ。親父の敵討つ足しになんなら何だって試してやる。だな。もう菊の屋に行くのか？よし、出発するか。それでは出発。よう来たな、お前ら。待っとった。お久しぶりで。松金の組長さんは気の毒やったな。ええ、組長さんに献杯や。梶平会長、もうアドデックナインの話はあらかた？ああ、この服部さんから聞いた。
3年前の人体実験から味噌ついとったっちゅうことやろ。あんたらよそんなんつかんだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ、正野というアドデックナインの開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。あったら今頃あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すな。年寄りを困らせる議会な。しかし王子さん、わざわざ俺ら呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。実は困っとるんや。何が？教令会の小馬会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は教令会の跡目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それで？あんたらでモグラを始末できんか。黒岩っちゅうデカなんやろ。アホか。殺し屋じゃねえぞ俺らは。あんたらの腕を見込んでのことや。どうや、金ならうんと弾むで。まあ他に用がなければこれで。ああ分かった分かった、冗談やて。まあ教令会にせつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、橋木の代わりに礼を言うためや。ん？アホが酔っ払って喧嘩で死んだなんだ言われて、あいつもさぞ無念やったよ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。あとは証拠を見つけてアドデックナイン潰したらあいつも報われるっちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょ。興味ないですけど。八神さんはこの先どう動くおつもりですか。もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデックナインの真相を暴くことでもある。ほう。そうなれば大久保の死刑も止められる。なるほど。でもまだそこまでの証拠はないと。違いますか。違わないよ。羽村にも消えられたままだし。ほなどないするんや。黒岩を追うつもりです。尻尾をつかむまで張り付いて。んで奴がボロ出すまで待つんか。そんな生優しい相手やないやろ。分かってます。時間はかかるでしょうがやるしかない。そない悠長なこと言うてられるぞ。どういう意味ですか。大久保新平はもうすぐ死刑執行になる。え？わしもつてをつこうて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように圧力がかかっとったらしいな。くそ。じゃあ早く何とかしないと。取り返しが。こんな時もし私なら黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね。アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか。肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。
的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの堅い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって？美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。キドにとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女？妙なやつからヒントを出されたな。ああ、でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデックナインの裏を暴くような物証が。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出す？ハニートラップか。となると沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。わかった、じゃあな。それでは。あ、八神さん。ねえ、沙織さん。はい。実はまた頼みがあって来たんだけど。頼み？聞いてくれる？聞かせてください。本当に？ええ。じゃあ言うけど、沙織さんには木戸にハニートラップを仕掛けてもらいたいんだ。ハニートラップ？色仕掛けで男を騙すってこと。私がですか？沙織さんがハニートラップ？おい、本気か？相手は創薬センターの木戸。あいつをカムロ町までおびき出してもらいたい。冗談じゃない。キャバ嬢になるのはまだしも枕営業までさせる気ですか？いや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 、ちょっと待ってよ。ハニートラップってそういうことでしょ？そこまで言ってねえって。沙織さん、もうこれ以上聞かない方がいいです。こんな話してるだけで共謀罪になります。なあ、俺は沙織さんに頼んでるわけだけど、沙織さんは星野くんの何なの？大事な人です。おやまあ、こくった？あ、いや、同僚としてとても尊敬する
先輩弁護士であり。分かった分かった。それより八神、沙織君に危険はないんだな。ええ大丈夫、作戦は立てといたから。その作戦というのは？現場に行ってから話すよ。その前にまず沙織さんが引き受けてくれるかどうか。やるしかないですね。沙織さん。新谷先生の仇を討つために。ありがとう。わかりました。じゃあ一丁やりましょう。は、今度はなんだよ。これが沙織さんの望みなら僕は力の限りサポートに回るだけです。あ、そう。じゃあまたメイクとかしますよね。今度は僕が一緒に行きます。この間の美容室でいいですか？いいけど、今回はキャバ嬢じゃなくて雑誌記者って設定で行きたいんだ。雑誌記者ですか？相手は創薬センターの中にいるからな。キャバ嬢より雑誌記者からのインタビューって方が自然に木戸と二人きりになれる。なるほどね。服はもう少しスカート短いのがいいな。シャツは胸元広めに開けたりして。おお、俺はキャバ嬢よりそっちの方が食ってくるね。うん。じゃあ俺の方も少し準備があるから、沙織さんはメイク済ませたら創薬センターに向かってくれ。向こうで落ち合おう。ええ、わかりました。それじゃあまた後で。沙織さん、じゃあ僕らもまずはメイクです。沙織さん、ここですよ。美容室チェリー。はい。なんかドキドキします。メイク姿はキャバ嬢で見ましたよね。そりゃそうですけど、今回はまた違うじゃないですか。沙織さんが雑誌記者、知的な才女、それでいて大人の女性の色気が漂うような。目がエロいです。そんなつもりじゃ。とにかく沙織さんならどんなメイクしたって間違いないです。絶対です。がっかりかもしれませんよ。断じてありえません。だといいですけど。いや、やっぱりすごいです。沙織さん超いい。知的な才女、大人の女性の色化が。まだ言いますか？すいません、つい興奮しちゃって。準備できました。もうあとは大丈夫です。本当に素敵です。また余計なことを。すいません。じゃあ沙織さん、あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。八神さんは危険はないと言ってました。命の危険はないかもですけど、ほら、木戸にお尻触られたりとかそういうのが。それくらいは覚悟してます。そんな。それじゃ。
沙織さん。星野くん。はい。メイク褒めてもらって嬉しかったです。沙織さん、こっち。隠しカメラを用意してきたよ。隠しカメラ？ほら、ここがレンズ。撮った映像はリアルタイムで俺のスマホに送られてくる。それとこのイヤホンを耳に。無線で俺から会話の指示をさせてもらうよ。指示？前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。だから八神さんがその指示をくれるんですね。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば？木戸が沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで抑える。それでセクハラの事実を証拠に残す。そう、沙織さんの仕事はそこで完了。あとはセクハラ映像をネタに木戸をカムロ町へ呼び出す。セクハラスキャンダル。大丈夫そう？ご心配なく。エロいことした分苦しむのは木戸です。だよね。でも無駄にお尻触られるのは嫌なので、的確な指示をお願いします。わかった。じゃああとは無線で。よし、聞こえるな沙織さん。まずはロビーに入って受付。受付に話しかけて軌道に取材を申し込むんだ。アドデックナインの解説をお願いしたいとか適当に。了解。どうぞ。お約束でしょうか？いえ、そうじゃないんですけど、センター長の木戸さんに取材を。取材と言いますと？フリーで記者をしております白崎と申します。アドデックナインのことでお話を伺いたく思いまして。お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。あ、そうなんですか。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。申し訳ございません。何分気度も多忙なものですから。あの、本当に少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。そう言われましても。お願いします。気度さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか？アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、美人なら話は別ですよ。え？センター長の木戸です。私への取材をご希望ですか？あ、はい、白崎と申します。おう、白崎さん。いや、お美しい。さあ、私の部屋までご案内しましょう。いいんですか？ありがとうございます。もう、センター長。木戸のやつ、下心丸出しだな。でもおかげで助かった。どうぞ。わあ、豪華。ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあ、よく言われますが。どうぞ、かけてください。沙織さん、隠しカメラをテーブルの上に。失礼します。今日は突然お忙しいところすみません。カメラもう少し右に、あと15度。よし、そこだ。白崎さんは何をお飲みになりますか？ブランデーはどうです？ちょうど今ハマっているのがあるんですよ。せっかくですし、いただきます。そう来ないとね。楽しいインタビューになりそうだよ。いいぞ沙織さん、その調子で行こう。二
人の出会いに。素敵な出会いに。あ、すごい美味しいです。このブランデー、体の芯から熱くなってくるだろう。ええ、沙織さん、ここで胸のボタンをもう一つ外そう。はい？ん？何か？いえ、別に。その、ちょっと暑くなってきちゃって。そうね、暑いね、確かに。やったな、食いついてきてる。それで、何の取材だったっけ？アドデックナインの進みはどうですか？ああ、やっぱりその件ね。どうかされました？いや、まあいいんだけどさ。今までにも散々聞かれてるからね。また同じ答えを繰り返すだけだよ。ええ、でも仕方ないとはいえ、何度も繰り返すってのも結構面倒なんだよね。軌道がしらけてるぞ。沙織さん、どうする？どうするって、もうドキドキしちゃって。え？ドキドキ？どれ？いや、大丈夫、正常な心拍だよ。軌道は思ってたより相当なエロ親父だな。大丈夫か、沙織さん？ちょっとびっくりしましたけど、ありがとうございました。ありがとうなんて、そんな。ごめんな。でも沙織さん、いい仕事してる、その調子。さて、それで何の話だったかな？長引かせるより一気に畳みかけよう。沙織さんの方で何か仕掛けてみて。それじゃあ。絶対やりすぎ。沙織さん、なんかおかしくなってない？男の人はこういうのが好きかと。うん、好き、好きだよ。あおなんだこりゃ。まあ好きにやって。こんな感じかな。はい、とっても素敵です。じゃあお写真の方は以上で。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな？ああ、確認されます。バッチリ撮れてるから、ダメ押しだ。こらえてくれ、沙織さん。ずっと私を誘ってくれてたろう。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。そうですよね。でも今夜二人で食事でもどうかな？カムロ町に誘い出してくれ。じゃあカムロ町でなら。カムロ町？いや、あそこはちょっと。他の場所ならどこで。でも いえ、木戸さんはきっと来てくれます。どうして？後でメールしますね。ずっと私を誘ってくれてたろう。取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか？ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、木戸は本当に出てくるのか？あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど、そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに呼ぶんだ？
バッティングセンター、もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。どうした？やけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな。のんびりやる気はないよ。そうだった。俺らもそろそろ行こう。出発するか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちゃんとついてこいよ。杉浦からだ。もしもし。今車回してきたとこ。こっちのこと見える？ん？あれか。お疲れさん。東は？もうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは？木戸が来たらこの番に乗せてシャルルに連れて行くって。シャルル？東んとこの経営船？別にどこでもよかったんだけどね。そこで軌道を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ、ちょうど噂をすればってやつだ。マジで来たか。よし、行こう。なんでお前らがここに？なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です？いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ？そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か？今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ？その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが町中にいんのか。ビデオを全部消せ、八神。
せ。もうあんたを守るやつはいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。じゃ、行こうか。いや、久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。人間一皮むきゃみんなこんなもんよ。科学者だろうがセンター長だろうがな。今ならまだ間に合う。早く私を離さないと。俺らにも殺し屋を差し向けますか。バカな、法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺やけになってうっかりビデオを流出させちゃうかも。え、何？それが嫌ならアドデックナインの話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。私が何をした？君たちは何がしたいんだ？さっきバッティングセンターに来た連中は何だ？いや、それは。あんたはいつだって守られてるってそう言ってたよな。誰があんたを守ってる？早く言えや。今さらカッコつけんなって。ずっと私を誘ってくれてたろ。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。世界を救う新薬の開発者、その裏のゲスな一面か。こんなの流れたら孫の代までいい笑いもんだな。やめろ、頼むからこんな。さっきバッティングセンターに来た連中は？厚生労働省が雇ったゴロツキだ。事務次官の一ノ瀬が雇っただろ。そうだ。そうです、じゃない。そうです。私が連れ去られたことは一ノ瀬さんの耳にも入っている。早く解放しないと、さっきみたいな連中がここに押し寄せてくるぞ。大丈夫、
その時はここにいるオールスターで歓迎するよ。じゃあ次、3年前の事件のことだけど。はい。創薬センターで入院中のアルツハイマー患者が死んで、山の中から遺体で発見された。犯人とされたのは大久保新平。でも実際にはあれは庄野がアドデック9の人体実験で死なせた事故だった。あんたはそのことを知っていたな。あれ、返事がない。じゃあ例のセクハラ映像ネットに上げてくるよ。待ってくれ。だったら答えろ。ひど、知ってました。いつ誰からどう知らされた。ダメだ、話せない。話したら私はもう。だからちょっと待ってくれ。待てないよ。大久保新平の死刑執行が迫ってる。だからあんたがここにいるうちに全部引き出さなきゃならない。もしどうしても必要なら拷問だってやる。君は弁護士だろ。犯罪者になる気か。ん？俺を犯罪者にしたくないって？そうだよ。なら全部説明しろ。ここにあんたの助けは来ないんだよ。少しだけ時間をやる。俺が戻るまでに腹決めといて。軌道はもう落ちてるよ。多分今はどう立ち回ればいいか頭の中で計算してんだ。かもな。ちょっと一息入れてきたら。少し時間空けた方が軌道も帰って喋るだろうし、僕らでちゃんと見てるから。気使ってくれてんの。まあたまにはね。八神さんだけ昼からずっと動いてたでしょ。もういいの、八神さん。なら木戸のとこに行く。木戸のことは。話す気になったか。はい。3年前、庄野はアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った。アドデック9の記者会見のすぐ後です。庄野本人の口から直接。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ。あいつへの怒りで。アドデック9が有効なのは今のところマウスに対してだけです。そりゃ分かっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ、めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか仕事バカというか。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば被験者はまず間違いなく死にます。なんだと。なんでそんなことが断言できるんだ。大久保新平は無実なんです。あ？急に何の話を。あの判決通り彼はうちの入院患者を殺してなどいません。
患者を殺したのはアドデック9なんですから。どういうことだ。あの事件はアドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって。私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で投与した途端に恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなこと。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われずセンターも閉鎖、世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください、木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。正野、お前は。正野が打ち明けたのはそれだけ？まだ他にもあったろ。正野は他にも人を殺してる。大久保新平を殺人鬼に仕立てるために、その寺沢恵美を殺したと。やっぱり知ってたんだな。おい、まだ話が済んでない。後にしろ。その後は何があった。正野が寺沢恵美を殺した後。あんたたちはもう全部分かってるんだろう。副署長の橋木を始末したな。私がやったわけじゃないって。橋木はアドデック9の弱みを嗅ぎ回ってた。正野やあんたにとって目障りな人間だ。ただそれを何とかするには助けが必要だった。アドデック9を守ることで利害が一致する味方、それが誰かといえば。厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです。私と正野は一ノ瀬さんに全てを打ち明け、助けを求めました。あの人は政治の表も裏も知り尽くした剛腕で有名でした。私と正野は意を決して人体実験で患者が死んだことも寺沢恵美のことも打ち明けたんです。すると一ノ瀬さんはそれら全てを隠蔽し続けると即決してくれた。何があってもアドデック9とその利権を守ると。だから橋木の口を塞ぐことにも躊躇はなかった。もともと一ノ瀬さんは
橋木が梶平のスパイということも知っていたんです。その一ノ瀬の手配で羽村と黒岩が殺し屋として雇われたのか。ったくクズがクズを呼ぶって感じだな。橋木が死んで、あとはアドデック9さえ完成すれば全てが丸く収まるはずでした。しかし臨床試験をして、もしまた人が死ぬようなことがあれば、新薬の完成は夢と消える。そしてセンターの存続もなくなり、それまで払った犠牲も全て水の泡になる。何言ってんの。犠牲を払ったのはあんたらじゃないだろ。あんたらが一滴だって自分の血に流したかよ。話続けてくれる。手をこまねいていた私とは対照的に、小野は積極的でした。彼はこう言いました。アドデック9を完成させるためには実験の失敗を恐れてはならない。そして成功するまで実験を続けるべきだと。さらにアドデック9の開発を早めるため、ショーノは極秘の人体実験ができる仕組みが必要だと言い出したんです。仕組み？もしアドデック9がまた人を死なせてしまっても、それを隠せるなら危険を承知で何度でも実験は繰り返せる。つまり実験台の確保とその始末が速やかに行われる仕組みです。それができれば薬は必ず完成させると。それで凶霊界のヤクザたちを実験台に。一ノ瀬さんは正野のその希望を全面的に聞き入れたんです。私は正野が必要とする裏金の調達役でしかない。創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って正野はカムロ町に秘密のラボを作らせたんです。秘密のラボ。人体実験はそこで行われてます。そのラボはカムロ町のどこにある。いや、細かい場所までは。私は正野と一ノ瀬さんの話をそのなるべく聞かないようにしていて。そこが殺しの現場だ。凶霊界のヤクザたちは全員その場所で殺された。そこになら何か証拠が残ってるはずだ。おい、本当に場所知らねえのか。黒岩刑事ならもちろん知っているはずです。あんたと違って口を割る相手じゃない。それならラボの設置を指揮した人物がいます。誰なの。一ノ瀬さんの部下で、名前は石松。その名前確か羽村も言ってたな。殺しの仲介人だ。そいつはどこにいんだよ。カムロ町のミレニアムタワー、あの中に厚労省の支局分室があるんです。今夜はそこにいると聞いてます。何、支局分室って。正野のラボを管轄するためだけの部署です。表向きには存在しません。看板だって違う名前で出てます。そんなのがカムロ町に。まあとにかくよ、石松はラボの場所がわかるわけだろ。なら話は早い。ええ、また裸に向いて聞き出すんですね。いや、それよりいい考えがあるよ。ん？まずその石松さんを秘密ラボに向かうように何とか仕向けるので、僕らはそれをミレニアムタワーからこっそり尾行する。なるほど、石松に直接道案内させるってことか。でもよ、どうやってそいつをラボに向かわせんだ。あ、そこはさ、
大丈夫、木戸が石松に電話をかければいい。は？俺らが正野のラボを嗅ぎつけたらしいとかそんな風にさ、でラボの様子を見に行ってほしいって頼むんだ。それいいんじゃない？私が石松にそんな電話を？せいぜいうまくやれよ。出なきゃセクハラビデオをばらまくぜ。決まりだね。石松の特徴は？年は50代くらいで、グレーのスーツ、小柄で160あるかないか。あ、いつも手袋をしてます。そんなおじさんたくさんいるって。他には？ネットで写真を漁ればわかるかもしれません。石松って名前だけで検索しろっての？いえ、そうじゃなくて、一ノ瀬事務次官の写真を探すんです。多分どこかで石松も一緒に写ってるのがあるんじゃないかと。なるほど、それなら少し時間をかけりゃ見つかりそうだな。じゃあ海藤さんと東はここで軌道を見張っててくれる？おう。僕は？杉浦は俺と石松の尾行、こっそりやんのは得意だろ。まあね。ならすぐに行こうよ、ミレニアムタワーに。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやるよ。ああ、作戦開始だ。行こっか。時間食っちゃったよ。溶けて行こっか。もしもし。カイトだ。今お前のスマホに石松の写真を送ったぜ。じゃあな。これが石松ね。で、グレーのスーツに手袋か。ここならビルから出ていく人を見張れるね。ラボの場所を突き止めたらそのまま中に突入することになるけど、準備はいい？なあ、大丈夫だ。海藤さん、こっちは準備 OK だ。木戸に電話をかけさせろ。了解。おう、名演技を頼むぜ、センター長さんよ。聞こえるか、ターボ。木戸の電話はうまくいった。これで石松が動くはずだ。よし、あとは石松を見つけて尾行するだけだな。抜かるんじゃないぞ。杉浦もいる、任せてくれ。
のスーツに手袋。あいつだ。警戒してるね。ああけど挙動不審なおかげで分かりやすくていい。ボルト、しまった、見つかった。してるね。Thank you.
はい。はい、すぐに向かいます。はい。はい。
気づかれた。はい、はい。
はい、はい。
シュリー。とっくの昔に潰れたラブホだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。俺だ、カイトさん。場所、分かったか。それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。気をつけろよ。ああ、行こう。あ、うん、行こう、八神さん。暗いな。どうなってんだこりゃ。ねえ、これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる？まあな。おい、てめえら誰だ？どうすんの、八神さん。そんなの行くに決まってんだろ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの？カムロ町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫か、ターボ？ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。車でここまで入ればもう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか？いや、うん、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ？なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。それって警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ。じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのは危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。しかもこの扉開かねえし。だから
しょ、慎重にって。くっそ、この靴気に入ってんのに。君の邪魔するんじゃねえ。 あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。Oh!
それでも食らえ。よし、今のうちだ。秘密ラボだ。なんで、あんたたち。ショーノ。あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、 DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。杉浦、どうした？ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。何の話だ？元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね、寺沢文也。寺沢？お前に焼き殺された、寺沢恵美の弟だ。杉浦！
みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ。早く。殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか。別に何も起きていません。しかし検事生、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は？木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。まず裁判所の令状は出ないでしょう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか？不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。八神君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデックナインの研究施設だ。重要機密だらけなんだよこの場所は。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。ここは警察で封鎖を。そうですよね。やはりそうはいきませんね、八神さん。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時点、博打だろうが今は張る時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。何？ったく、てめえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあこいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。自業自得とは言えよ。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。よ。ここはアドデックナインの研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデックナインは日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事さん。ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデックナインを完成させてください、小野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事生、まさかあんたもアドデックナインの利権に。
あなたもお引き取りを、八神さん。いつから森田検事正まで味方に？アドデックナインには味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何？チンピラに絡まれていたところを救われたとか。もう神室町には二度と近づかないでしょうね。